どうも、スバタです。はじめ社長がね、とうとう大学を卒業しました。おめでとうございます。でね、まあ、はじめ社長に限らずね、もう、みんな大学は出とけ。もう大学がね、義務教育みたいなもんだから、俺の中だと思う。もう、中卒、高卒なんてね、もう、どこ行っても使ってもらえないからね。まあ、使ってもらえたとしてもね、もう、全然お金もらえません。うん。もう大学出て当たり前。もうそこそこの大学出て当たり前。で、好きなことで生きていくっていうキャッチフレーズのもと、みんな騙されてさ、よし、俺は中学卒業したら高校行かないで、YouTuber になるぞーって言ってるさ、頭ハッピーセットがいると思うんだけど、もうそれやめとけ。とりあえず大学まで行っとけって。うん。はじめ社長みたいに、好きなことをやる前に、やるべきことをやっとけ。うん。はじめ社長はほら、親のね、親が高い学位出してくれたことに対する感謝の気持ち、および、まあそれだけじゃないと思うんだよ。感謝の気持ちもあったけど、それ以上に、YouTube なんて所詮ね、雲の上に立ってる王国なんだよ。雲の上。ふわふわした雲の上に立ってる王国だから、いつズドンって吸って、もう空から落ちちゃうかわかんない。いつ亡くなるかわかんないから。ね。だから、はじめ社長は、いつ YouTube がお墓になってもいいように、大学出といたわけだよ。親に対する感謝の気持ち以外にも、自分の将来、YouTube なんかにも全部任せらんないからってんで、やっぱ学歴は必要だってんで大学出たの。それはいいことだよ。うん。俺の周りにね、後先から考えずにね、もう、芸能界目指して転落したやつ山ほどいるから、もう。ほんとにもう、俺の前で、勝ち組ってなってね、やっぱいい大学行ってさ、まあ今、大技師の人やってたりとかさ、あと上海で貿易会社の社長やってたりとか、警察官やってたりとかさ、学校の先生やってたりとか、大体みんなもう大学出てるのが勝ち組。で、もうそれ以外のも、例えばもうほんと、うちの親父みたいにさ、中卒でもさ、一つの会社に何時でも勤めてれば、45歳ぐらいの時にさ、もう手取り40万以上余裕でもらえるけど、でもやっぱそのね、もう今そういう時代じゃないじゃん。昔みたいに、長くね、真面目に勤めてれば、給料が上がっていくっていう社会じゃないからもう、うん。でも学歴が肝心。うん。もうほんと、親父はいい時をね、サラリーマンで過ごした。もし今親父がサラリーマンだったらもう全然もらえないよ、お金。あんなんじゃ。だからもう大学は出とけ。うん。そうしないと俺の周りのさ、もう芸能界目指して、要は役者目指して女優目指したんだけど、なんか知んねえけど今女性作業やってたりとか、あと、もうほんともう、全然自分の理想と真逆のことをやってるからみんな、もうそうなっちゃうから、だからそのね、自分の人生、もう、大きい船、まあ、タイタニックが自分の人生だとしたら、ちゃんと救命ボートも積んどけ。ね。もうダメ、救命ボートがダメ。もう学歴っていうのは邪魔になんないから、仮にYouTube がね、5年後にオワコンになっても、はじめ社長28じゃん、その時。28で、ね、そこそこのいい大学行ってれば、もうどっかして入れるから、そこそこの大学、そこそこの大学出てれば、そこそこの学校に行けるから、学歴は大事だから、もう絶対みんな大学行っとけ、もう中卒とかやめとけよ、もう問題がだからな。で、高卒もダメ。大学ぐらい行っとけ、マジで。選べる幅が変わってくるから、人生の。うん、邪魔になんない。学歴とかには邪魔になんない。ということで、高校、ね、行かないで YouTuber なるぞーとかって言ってる、もう頭ハッピーセットはもうほんとダメ。もう絶対高校は行っとけ。うん、大学も行っとけ。いいな。うん、学歴は大事だ。親は流すんじゃない。というわけで、スバタでした。じゃあな。よし。